皆さんこんにちは、カタリストレーナです。今回はサンデー RV さんの埼玉の工場にやってまいりました。そして藤原社長にいろいろお話伺っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。メリーランド前に、はい、あのミドルという、ね、はい、一番最初に出していた、はい、タウンエースベースのキャブコンを拝見させていただいたり、はい、実際私たちも乗らせていただいたんですけれども、はい、すごく良、ね、かったんですが、今回新しくキャリーベースの、はい、Kベースのキャブコンできたよということで呼んでいただきまして、はい、ありがとうございま す、はい、ます。よろしくお願いします。お願いします。このキャリーだと思うんですけど、キャリーはどんなグレートを使って作っていらっしゃるんですか？これはキャリーで一番いいやつを使っています。お、四駆のオートマチックです。いいですね、はい、でさらにもともとね、この外観がオールドアメリカンっていうのが藤原さんのもう そこだけはこだわりで、はい、ところがあるので、もうゆっくりちょっと外観から拝見させてください、はいはい、かっこいいんですよ。もうフェイスのこの感じ、島板が来てて、わざと今ね流行りの流星形ではなく、はい、こうゴツゴツっとした感じのロボットっぽい感じのかっこいいねスタイルになっていて、今ライトをつけていただいてるんですが、こちらかっこいいですね。オプションでつけられるような感じになるんですね。オプションです、はい、はい、ハンティングライトもねついちゃってすごいかっこいいです。さらにこの島板の横の方も見ていただきたいんですけど、サンデーさんのロゴと、あとバンクベッドがねしっかりと取られていて、アクリルの二重窓ついていますし、あとここのなくてもいいのにこのラインがね島板で入っているっていうこだわりがすごいですね。かっこよく引き立ててくれてます。で前のこちらコンパクトというシリーズになるんですけれども、コンパクトまっすぐだったんですよね、屋根がね社長。それをわざわざこのちょっとカクッと落としてあげて、デザイン的にもよく、機能的にも上げたんですね。上げたんですか？落としたというより上げて、バンクベッドの頭上を高くするために少し上げてある。あ、落としたわけじゃなくて上げたんですね。そうです。おお、それでここに段差をわざとつけてあげたっていう形になってるんですね、はい、なるほど。で前はねシンプルな感じでここなかったと思うんですけど、はい、前回私たちがね前回拝見させてもらった時はね、まだ白かったんですが、そうです、ここがまたかっこよくちょっとシャッとデザインがこういう風にした方がかっこいいかなって思って、うん、はい、またすごい見栄えのするデザインになってるなって思いました。でここが、リビングルーム、まあ、ベッドルームでも使えるところの、メインのところの窓、アクリルの二重窓でついています。であとこちらですね、電気のマークがついているので外部充電です。取り入れ口が、はい、はい、あります。こちらなんですか？こちらが外部充電なんかの時熱が逃げるように。あ、なるほど、まあ、換気というか換気ですね、はいはい、熱が困らないように。そうですね、はい、でそこが燃料系、燃料を入れるところです、ね、おー、こんな感じで開いて燃料を使えるよ、はい、でこの下の部分はもちろんアルミだと思うんですが、このボディの元のところ、はい、元も M ミドルと一緒で、アルミしっかりとした骨格が作られてるよ、はい、安全性にも考えて作られてる、かなり丈夫ですかなり丈夫です。それすごく嬉しいです。やっぱりね安全性大事なので。でさらに、まあ、こちら開けさせていただきますと、ででんと、はい、ここに給水タンクの制水ですかね、はい、給水の制水の方ですね、はい、こちら排水が下にタンクが、はい、もう備え付けでタンクが入ってます。なので グレータンクの方はここで下から流すタイプになっていて、制、はい、水だけはここで充填していくと。こちらにあるのが何ですか？それが F ヒーター用の軽油の給油器ですね。そうするとやっぱりこういうちょっと給油だったりとか給水だったりするのはすごくアクセスのいいところにつけてあるという。そうですね、位置はある程度考えてつけました、うん、はい、あとここの角度から見えないんですが、はい、上にはソーラーパネルがつけられて、はい、200ですね、200が標準でついてくる。標準です、はい、嬉しいですね、はい、じゃあちょっと後ろも拝見していきましょう。
こんな感じで後ろには窓はまたがついていなくて、上にねバックカメラがついていて、またねあそこにもしま板がねしっかりと来ていまして、さらにここに特徴があるんですよね、はい、標準の元々のテールライトをそのまま利用してます。利用することによって、はい、もし壊れたりなんかしてもすぐに交換ができるし、部品が常にある状態を保てるよっていうところが嬉しいですよね、はいはい、でさらにこの黒いねこういうポツポツってなってるセンサーなんですが、これが今回これあのスズキキャリーのもうマイナー5の車を使ってるんで、後方センサーが全部入ってるタイプで、あの バックで接近すると勝手にブレーキ止めてくれる、あ、いやそこまでもっと進化してて、はいはい、勝手に止めてくれる、止めてくれるところまでついてるんですね。そうですね、あの寄りすぎるとね、へ、はい、それがスズキを今回あのマイナーした状態 の、うんうんうん、あの安全装置がプラスされてるっていうか、じゃあそれをそのまま使えるようになっているっていうことですね。そういうところもすごく嬉しいです。でこちらにねロゴがねついている形となっています。でまたこちらに今ね開けていただきましたが、外で使える外部シャワーがあります。でやっぱり窓のついているドア、そしてこちらに窓がついているという形ですね。でこれもアクリルの二重窓です。で上にはねサイドオーニングがありまして、これねなんと M1 でも自動で出てきたんですが、こっちの C1 でももしかして電動ですか、はい、ですはい、うわー嬉しいです。これめちゃくちゃ便利です。特にね雨の時とかちょっと ね、すぐに使いたいなっていう時に、中から外に出なくてもねちょっと出すっていうのもできちゃいます。さらにここなんですが、これはバッテリーの交換用の、うん、はい、メンテナンス用のものパッチになっていますよ。はい、で今ちょっと中もね拝見させていただきます。今こんな形で、純正の状態になっているんですが、オプションでカメラとかサイドのカメラだったりとか、はい、あとはこれの場合はカーナビと標準でドライブレコーダーが入るんで、標準でドライブレコーダーが、はい、前後 の、 あのミラータイプの、はい、ルームミラータイプの、じゃあもうドライブレコーダー標準で来て、はい、であとオプションでカーナビだったりとか、ね、はい、サイドのカメラをつけたければつけることもできますよという形になっています。メルメルランド藤原社長、早速中も入らせていただいてよろしいでしょうか。はい、はいはい、ではオープン、ディディン。でここでしっかりと止められます。来ました。でちゃんとあれですね、二重窓になっているので、ここですね、二重の扉になっていて、ちゃんとねこの空気だけ通して網戸がねついている状態の扉で閉めてあげることもできます。こうするとねやっぱり空気換気するときとかにすごくいいと思います。なんとここにですね社長、かっこいいプレートついてるじゃないですか。そう、これあの車体番号というか、うん、管理ナンバー、そうですね、だけど一台一台違うナンバーがしっかりとそうです、ね、こういう風に刻印されていますよ、はい、なんかやっぱり自分の車っていう感じがしてきて嬉しいですね。そうですね、はい、でちゃんとこれで、管理されていますので、例えば自分の、車何ワットアワーの、ソーラーパネルつけてるのかとかね、見なくてもちゃんと管理できるようになっていたりですとか、リチウムイオンバッテリーがね何アンペアのものを積んでいるかっていうのも分かるようになっているので、はい、お客様の方で意外と忘れちゃうっておっしゃってますよね。はい、なのでそれをねしっかりとサンデー RV さんの方で管理してくれるっていうのはすごい心強いなって、そうですね、ケアしてくれてます。はい、さらに入る前なんですが、床面なんですが、ここにすごい特徴あったんですよね。これがちょっと強化タイプで、はい、あの硬いものを使ってて、うんうんうん、傷がすごいつきにくい、すごいつきにくいですよね、はい、でもすごく綺麗な柄ですし、模様もねキラキラとしている部分があったりとか、あと熱に強いって、基本的には底面も燃えない素材とかっていうのもこだわったんで、もともとね藤原社長キッチンカーご専門だったので、はいはい、やっぱり何年とかすごく気を使っていらっしゃいますし、そうですね、うん、許可もらうまでそういうのを使わないとダメな、うんうんうん、だん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 うるさくなってきてそういうのもあって、うるさいって言っちゃいけないね、いや厳しくなって厳しくなって、はい、でもやっぱりねキャンピングカーも安全性とともにそういうものもね、はい、あの使えるっていうのは嬉しいなって、やっぱり藤原社長のねすごいノウハウだなって思いました。ここ入らせていただきます、はい、いいですね、
立てちゃいますね。しっかりと。165センチなんですが、まだね、この上の部分が余裕があります。しっかりと立てます。ここら辺のじゃあ収納とかから拝見させていただいてもよろしいでしょうか。はい。おお。で、ライティングもされているので、すごいね、明るくっておしゃれになっています。ね、ちょっとした小物入れるのに。あ、あとこのイージークローザー、静かにとね、閉まってくれるのが嬉しいですし、あとシャワーの、ね、部分にちょっとどかしてもらうと、ここにも多少のものをね、はい、入れることができますよ。あと FF ヒーター用の、あの、吹き出し口がここに。あるんですね、はい。本体があって、こちら側から。あったかい空気が出てきてくれるよっていう感じになるんですかね。はいはい、これも標準でつけてます。ああ、嬉しいですね。ここの IH ですね、はい。で、キッチンカウンターとしてもこういうね、ちょっとした小物を置くところとしてもいいですし、あとね、ここにライティングが入っていますので、ここもね、結構明るく使えるのと、あとこちらが電気のスイッチなのかな、はい、こんな感じ。ここですね、今。はい。ここつけたり消したり、こっちでも操作ができますが、こちらでもできるようになっています。で、ここがやっぱりスイッチコントロールのメインのものがあって、さらにね、こういった形で、一個一個ついています。こちらはですね、排水用のタンクの係になっています。で、こちらボルトの残りがね、残量が見られますよっていう形です。で、あとここにね、ちょっとゴムがあるんですが、ここの奥もしっかりとね、物入れとして使えるような形になってて、ここね、つながってます。こういう感じで。で、さらにこちら、ライトもつくタイプのベンチレーターがついています。ここも開けられるようになっていて、ここもね、キッチン用品収められるような、はい、収納スペースとなっています。ここもね、これ、ピッてやってあげると、イージークローザーで静かに優しく閉まってくれるのが嬉しいです。で、今ね、インバーターが入れてある状態なんですが、ここでね、入れてあげると、ここで使いますよとなって、そうすると 100V のね、こういうところだったりが使えるようになるんですね。はい、結構このサイズにしては、大きめのシンクがついていらっしゃるんじゃないですか。そうですね。使いやすそうですよね。大きめですね、うん。しっかりと使いやすそうな感じで。で、使わないときはね、ここも蓋も閉められるようになっていますし、またここにもね、また 100V 二口ついてるの、すごく嬉しいですね。ここなんか素敵ですね。おしゃれですね。なんかちょっとしたものをこう調味料とかなんかもし、ね、入れたくなっちゃいますね。ワクワクするような空間になってます。で、ここにも、ライトがついているんですが、なんと来ました。こちらクーラーですか。はい。これも標準で標準でついてくるんですか。はい。12V ですかね。12V 仕様です。うん。効率のいい 12V 仕様のクーラー取り付けられてて、しかも標準でついてきます。今ついていないんですが、実は、はい、この壁面に42インチまでのモニターが入るようにしてあるんで、大きいですね、42インチ、はい、今流行りの若い方なんかはみんなテレワークとか、テレワークできますね、はい、モニターが、はい、であと地元の方のね、お話だと思うんですけど、カラオケをこの中でしたりとかしたいなとか、近所迷惑になる音量まで、これは移動して静かなところへ行けるんで、で、まあ、2、3人でお仲間とカラオケ大会やるとか、はい、そういうこともできます。おあとはもうお仕事で、今もうか会社ね、うん、出勤しなくても、そうですね、パソコン一つでお仕事できる方、かなり増えてるんで、はい、そういう時もテレワークっていうか、モニターで喋るのも大きめのやつが使えると思うんで。嬉しいですね。嬉しいです。基本的なコンセプトは、うんうん、ミドルの場合は、はい、キャンプ、うんうんうん。で、これの場合は、遊ぶために使ってほしいっていう感じで、がっつりキャンプというよりも、いいね、もうちょい乗りで、ちょい乗りでどっか近場の、ロケーションのいいとこで遊んでくださいみたいな。もう、じゃあそういう意味では、一つお部屋を移動させて、そうですね。はい。ね、簡単なお部屋を移動させて、電気も、はい、モニター大きいのも、はい、で、こういうキッチンもしっかりと整ってて、はい、ちょっと遊べるよっていう感じで考えてらっしゃるってことですね。バッチリですね。ありがとうございます。すごい素敵なコンセプトです。で、そうなると結構このね、室内の電気とか、あと 12V のクーラーとか、はい、で、こういうモニターつけてとかってなると、はい、電気結構使うのかなって思うんですが、そうですね、さっきにソーラーはついてるっていう。うん、ソーラーはもう200がついてるし、うんうん、一応バッテリーは200アンペアワーなんですけど、はい、リチウムイオンです、はい、それもまあ標準でついてくるんですか、はい、おで、まあオプションになりますけど、はい、その上の400も
選べるんですか？つけることもできるんで選べれます。嬉しい、はい、じゃあね、いっぱい使いたい方は400選んでもいいですし、もう元々で200がついてくるっていうのも嬉しいですね。はい、すごい。まあ一晩ぐらいでしたらクーラーつけてても持つようには考えてるんで。すごいですね。あと気になるのが、はい、インバーターの、はい、あの出力はどれぐらいですか？これは3000ですね。標準で3000ですか？ですね、はい、なかなかついてこないですね。大体まあ電気製品結構この車の場合は100ボルトのものを後から乗せる可能性がちょっと多いんで、はい、インバーターだけは大きめのをと思ってやってます。すごい嬉しいですね、はい、優しいです。標準でそれがついてくるっていうのはね、はい、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ライトがねやっぱりすごいなかなかないんですね。間接照明も素敵ですし、うん、こういうタイプのライトもすごい、うん、埋め込みのバータイプ、うん、バータイプですね、はい、珍しい。ちょっと気になる収納も拝見させていただきます。はい、こんな感じで1、2、3とで、間が仕切られてはいるんですが、こうちょっとね、ちゃんとすり抜けもできるようなタイプになっています。いいですね。なんかちょっと軽量化もできるそうな感じですし。そうですね。はい。はい、しっかり。ここもね、ちゃんと、ライトが入ってて、すごく明るく使えるなって感じがします。これね、両サイドにあります。で、窓もね、ギリギリまで大きいものをつけてくれてるんだなっていうことが、今。そうですね。ね、だからすごく開放感もありますし、あとシートもね、こんな感じで、こうちょっと色が2つ並んでて、こういうのも選べるんですか？一応レザー、人工皮革のレザーも選ぶことできます。うんうん、あ、そうなんですね、うん。で、ちょっと気になったのが、はい、このテーブルなんですよね。はい。これもちょっと小ぶりなんですけど、機能的に動かしたりとかできるように、まあ、こういう、いいですね。自分のところで使えるっていう。うんうん、そうすると。で、これバンク開いた時にちょうどいい感じの位置にしてあるんですね。あ、ですから、バンクベッドを出しっぱなしでも、はいはいはい、ここに2人座って何かこの上で何かができるっていうのは考えたんですけど。あ、なるほど。バンクベッド出した状態でも、はい、2人がここでお食事とか、はい、ちょっとエンタメ楽しんだりとか、はいはい、でもそのまんまバンクベッドに寝れちゃうよっていう。はい、嬉しいですね。それすごいいいなって思いました。大体こういうね、奥のサイズだと2人とかが多いと思うんですけど、はい、そうですね、これ実際は、はい、何人乗りの何人出身ぐらいを考えてるんですか？これ実際は3名、うん、定員3名になります。3人乗車の、はい、じゃあまあ3人全員が寝られるよみたいな。そうですね、まあ、寝る気ならもう4人でも5人でも寝れるんですけどそうです、ね、一応どっか行った場合は3名しか乗れないんで。そうですね、まあ、3人十分ゆっくり寝れるっていう。ゆっくりそうですね、はい。あ、いいですね。この回転式でいろいろね、角度変えて使えるっていうのが今結構流行ってますよね。こちらの下なんですが、このね、ベルト引っ張ってあげますと、こんな感じで全部収納のスペースとなっています。で、さらに今私が座っている側ですね。こちら側もまたベロがあって、上げてあげると真ん中のところがね、全部収納のスペースとなっています。で、さらに、こちら側にはですね、全部、電装品が入っています。みるみるランド。はい、じゃあ、ベッド展開、お願いします。はい、これが、竹ですか？竹ですね。おー、すごい。質感が。バンブー、ね。バンブー。ね。質感がすごい。これだけで。これだけで。あともう、このマット引いていただければ。なんて簡単なんでしょう。すごい。あっという間に、この、ワン、ツーぐらいの感じで。そうですね。すぐに、ね、なっちゃいますね。これ、どれぐらいの大きさあるんですかね。ちょっとね、重なってもよろしいでしょうか。はい、165センチの私が寝ると、こんな感じですね。で、今、ここにちょっと、クッションがあるので、まあ、私、あっても全然寝られますけど、このクッション取ってあげると多分10センチぐらい。またさらに伸びる感じで。枕代わりにしてもらっちゃえば。なるほど。枕持っていかなくても、もう枕ありましたね。枕は、まあ、搭載しております。枕とクッションは。サンデー RV さんのかっこいい枕と、はい、クッション、こちらですね。こんな感じで、ちゃんとね、ロゴマーク入ってます。素敵です。はい。こんな感じであります。大人2人も寝れそうですし、そうですね、はい。で、なんかお子さんとかだったら、わしゃわしゃ。わしゃわしゃ。わしゃわしゃいきます。いけそうな感じです。はい、で、さらにこれ、ここでバンクベッド出すと、
多くの人が寝られるそうですね、はい、では下を引っ張らせてで、ここでしっかり止めて簡単ですね。完成ですね。完成ですか、はい、これも大人2人が余裕じゃないですか。乗らせていただきます。やっためちゃくちゃいいです。あの M の緑の時もここ広いなって感じたんですけど、はいはい、やっぱり緑に比べたらコンパクトなイメージはありますけど、それでもかなりゆったりとした、そうですね、上一段また上げたんで空間になってますよね、はいはい、いやこんなに軽キャブコンでしっかり寝られるんだ。この体勢はね余裕なんですよね、まだちょっとねうわーめちゃくちゃいいですね。すごい素敵です。でやっぱりここまでしっかり高さがあるから、どうしてもキャブコンってあの下がってるものの方が多いので、結構この軽キャブコンになってくるとあの急な角度でこう下がってくるイメージがあるんですが、それがないからすごい広くこの展開がこうしやすいんですよ。めちゃめちゃいいです。であの M の時の壁に使っていた、難燃室のしかも空気をこう調節してくれる湿気を抑えるやつ、ね、壁がこちらについていました。こちらですね。しかもこのライティングもめちゃくちゃ素敵なんですよ。ここに湿気をねちゃんと取ってくれるような形で、はい、ついています。で、ここからね、見るとこんな感じでアクリルの二重窓もありますし、あと今気がついたんですが、ここにですね、フックライトついていますね。わ、めっちゃ明るい。手元でこんな感じでオンオフができるのと、あとここですね。USB ポートが2口ついていました。嬉しい。みるみるランド、こういうことですね。もうバンクベッドでもう用意できてて、もう寝られるよっていう状態になっていて、もう本当大人2人と言わず、なんかね、そちら側も入れると3人とかでも。そうですね。まあ、ね、まあ、店員に合わせてある程度利用できるようにと考えてなってますね、はい。すごい便利です。いい感じでくつろげますね。で気になるのが、これだけまずエアコンが標準で。はい、ついてきます、はい、でこの電気で動くタイプのサイドオーニングも標準でついてきます、はいはい、でソーラーには 200W が標準でついてきます、はいはい、でもちろんベンチレーターがあって、はい、でシンクとかキッチンの調理器具もあって、はい、でなんと3000W のインバーターもついて、はい、200Ampのリチウムイオンバッテリー、はい、そして FF ヒーターまでついて、はい、で3人がくつろげるこの空間、はいはい、お値段がやっぱりちょっと気になってきたんですけれども、頑張って448万円税込みで、450万切ってくるんですか、はい、すごーい。これはちょっと、しかも最新のキャリーの一番いいグレードを使って、はい、4駆のオートマチックですね。オートマで、はい、それでこの空間手に入れられちゃうんですか。そうですね、はい、450万切っちゃっていいんですか。はい、でグレードアップしたければ、200W のソーラーパネルも400までオーバーできるし、はいはい、あとあのリチウムイオンバッテリーも400までは増設もオプションで、400の場合は交換ですね。交換というか200じゃなくてもともと400のものをつける、はい、つけてあげ て、それもオプションにはなりますけど、はい、グレードアップすることもできちゃうよ、はい、ってことですね、はい。まあ、あと先ほど言ったモニターなんかもオプションで、うん、つけられるように、はい、うわーすごい。じゃあやっぱりそれを皆さんに届けて、もう気軽に日常車として、そうですね、普段使いでやってもらえれば、うんうん、いいですね、はい。でもこれだけね設備が揃っていますと、なんかそのこそね、あのお仕事するのでも、はい、もうお家の中に一つ違うお部屋できたなっていう感じがしますね。そうですね。うん、あとはまあ、もう夫婦喧嘩した時とか、どちらかがここに避難するとか。はい、なるほど、はい。そういった使い方もバッチリで、うちの場合ですけど、ね。うちの場合。うちのなんか日常な感じで言うとそんな感じ。
かわいい。なんかちょっと、藤原社長のお茶目なところが。そうですね。大体が。大体が。私が逃げる方。あ、逃げる方ですか。はい、すいませんって言って出てきちゃう。はいはい、こもって。こもって。でもこれだけ帰ってきましたら。なかなか出なくなっちゃう。ここに住んじゃったりする。住んじゃったりなんかして。はい。それぐらい快適にね、過ごせるような空間になってますよ、はい。そうですね。まあ、本当に、まあ、変な話、一人だったらね、十分暮らせるぐらいの設備はつけてるつもりなんで。本当ですね、はい。それぐらいになっていると思います。はい、なので、ミドルはちょっとで、ね、キャンプをしっかりしたい人でもおすすめできるよっていう感じだったと思うんですけど。はい、そうですね。はい、あと、走りについてもすごくこだわりがあって、はい、そうですね。見えないところなんですが、はい。まあ、足回りに関しては、バネ増やしたりとか、うん、まあ、軽トラベースだとあるのが、やっぱ底好きというか、底好き、うん。そういうのも抑えるために、いろいろ今試行錯誤してたところなんですけど。底好きっていうのはどういった現象を？要は、フレームとサスペンションがもう設置しちゃった状態になっちゃう。で、それで、まあ、当然、バウンドすると、ゴンゴンっていう感じになるのが割と OK のタイプは多いんですけど、これはそれを解消するためにそこももうちょっと固めの足回りにしてる。おー、やっぱりそういう足回り見えないところにもしっかりと安全性とプラス、だからスタビだとかそういうプラスするものでもっとしっかりしてくるとは思うんですけど、はい、ということでね、こちらの、コンパクト C1 をね、今回拝見させていただいたんですが、実はこれを作るにあたって安全性とか、本当に横揺れ大丈夫なのかとか、あと雨漏りが大丈夫なのかっていうのをたくさん検証していらっしゃるっていうのを聞いたので、はい、その検証現場も拝見させていただけますでしょうか。はい、ご案内よろしくお願いします。はい、ミルミルランド？じゃあ社長。場所を教えてください。はい、あの辺にいろいろと設備を作ってるんですけど、はい、もうこの屋根の下でね、しっかり作業されてるっていうのも嬉しいですし、ですね、なんといっぱいね、ミドルとかコンパクトが並んでるなっていう、はい、皆さん本当注文が殺到していらっしゃる感じがしますね。あ、でこんな感じでキャリーケースをつけてくれることもオプションで、はい、そうですね、いただけるんです、はい、これはコンパクトでも一緒なんでしょうか。はい、コンパクトの場合は、うん、キャリーケースを幅的にちょっと足りなくなるんですよ、うんうんうん、ですからラダーはいけると思うんですけど、はいはい、これは自転車用ですけども、はい、荷物用のキャリーをつけることはできます。あ、荷物用のキャリーを増設オプションにしていただける、はいはい、大丈夫です。あ、わかりました、ありがとうございます。では一体これは高圧の水を出す装置で、はいはい、まあ、台風レベルの雨でも台風レベルのかなりの勢いで水が出るんで、はい、で雨風どうかっていう、まあ、風はともかく雨は雨が雨漏りしないかを、はいね、はい、まずはしっかりとこの外壁というか、はい、屋根と、まあ、壁面を検査してから内装に取り掛かるっていう感じになるんですかね。はいはいはい、オプション関係ですね。あ、すごい。一応まあ来てあちらで設置して、うんうん、でまあ、リフトで全体を上げて下回りの確認を全部してからここへ持ってきて水のテストやって、で一応こういう段のやつで横揺れとかのテストとかもやるんで、これも作ったんですか、もしかして、はい、すごいですね。これだだだっと言って悪路ですよね、わざとアクロにしてるんですよ、ね、そういう時でも大丈夫かどうかの確認をしたりとか。あ、やっぱりそうですよね、重い重心のものだから横に倒れちゃったりするっていうのは困りますからね、はい、あ、それをちゃんとここで走らせて何回かこう、そうですね、確認して検証するみたいな、はいはい、あと足回りの状態とか、足回りがそれでちゃんとこうボヨンボヨンしないかとか、ね、はい、すごい、かなりこういうところをしっかりと作って組み込んでそして最初に検査して、はいはい、それでやっていくっていうのが、はい、やっぱサンデーさんの藤原さんのこだわりってことですね。うん、どっちかっていうと職人の方なんで、はい、そういう細かいところ、うん、やっぱりある程度ちゃんと検証しとかないといけないんで、はい、はい、本当にすごいびっくりしました。こんな感じでやっぱりミドルの良さ、そして今回拝見させていただいたコンパクトならではの良さ、はい、があって、だけどコンパクトだけど中はコンパクトじゃないよっていう感じ。そうですね。ね、できるだけ広めに。はい、はい、開放感のある車内になってました。はい、じゃあ実際にね、この、サンデーさんの
あの緑とかコンパクト見たいなっていう方は、はい、どうしたらよろしいでしょうか。当社はあのここの工場で今内見とか試乗とかはしていただいてるんで、はい、あの埼玉県の坂戸市の方に来ていただければ、はい、かしこまりました、はい、じゃあ URL をですねあの概要欄の方に貼っておきますのでそちらからぜひお問い合わせしてみてください。じゃあ最後にみるみるランドをご覧の皆様に藤原社長からメッセージをいただけますでしょうか。いろいろ検証したりとか、うん、他のメーカーさんとの比較とかもいろいろして、うん、できるだけ使いやすいようにあとはもう遊びながら使っていただけるようにっていう考えで作らせてもらいました。はい、すごくねもうちょっと職人魂を感じるような内容になっていたのですごくね楽しく拝見させていただきました。今日本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。